はい、というあたりで、最初の注意、最初のご案内ですね。で続きまして、スケジュール案内についてお話しさせていただきます。以下に紹介するスケジュールは変更される可能性があります。2ヶ月前を目安に日付を決定してコンパスを公開します。第3回のコンパスページは本日初回の終了後、17時ですね。に公開されます。11月の13日を予定しております。こちらも、年間パスとかって言い方をつけた方が良かったなと思ってるんですが、まあ全体参加券ご購入の方は、参加されなくてもアーカイブがご覧になれるという次第でございます。で、第2回ではですね、プルーフセオリー、クイックインストレーションと称して、照明論をざっくり伝えるということを目標としております。一回術後論理の自然影響、これはまあキーワードという感じですかね。で第3回は、プルーフセオリー、ディティールズ&エグザンプルスということで、照明論、詳細と実例といったところです。まあ、実際に第2回の内容の補助とその詳細実例の提示といったことをしようかなと思っております。これがですね、それぞれ10月の16日、11月の13日を予定しております。で続き1枚のスライドにまとめておりますが、12月がコンピュータビリティクイックインスタレーション、これ第4回ですね。ということで、まあ照明論と計算論というのが、この不完全性定理を理解する上で、二つの大きな柱となるんですが、こちらの、照明論が第2回と3回で、即周と照明論といった感じでやるのに対して、4、5、6と時間をかけてやるのが、このコンピュータビリティ、計算可能性でございます。で計算可能性なんですが、数理論理学の本で計算可能性を扱うことっていうのが珍しく、あまりなく、あまりなくっていうのもちょっと語弊があるんですが、まあ、扱わない本も一定数あり、それゆえ不完全性定理の証明が片手落ちになるケースというのが往々にしてございます。ですので、これは3回に分けて、照明論よりは幾分じっくりと時間をかけてやっていこうかなと思っております。で、まあ、具体的に言いますと、12月は、まあ、もし可能なら計算可能性というものの歴史。ちょっとこれはその不完全性定理の研究とは若干、今回紹介するものとは、なんていうのかな、歴史の今回紹介するものとは別の流れがありますので。まあ、可能なら不完全性定理の計算可能性の歴史を12月紹介した上で、まあ、即周計算可能性といった感じで、計算可能性について、まあ、クイックインスタレーションをやろうかなという、まあ、そういった感じで考えております。で第5回コンピュータビリティリカージョンと題してまして、この回では、高度化原子再帰的関数といったことがキーワードになります。まあ、キーワードレベルですので、まあ、そうですね、格論を照明論に比べるとじっくりやるといったイメージで見ていただければいいのかなと思います。で、そうですね、第6回には、また実例と詳細に入っていくという感じで、ここでも計算可能性を扱います。ここが2月ですね。で、ちょっとこのあたり、やはり、12月、1月、2月というのはなかなか参加が難しい方というのもいらっしゃるかと思いますので、もしも今コンパスからのみ参加という方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、年間というか、どうですかね、全体参加券のご購入、もしくはこの回だけでもアーカイブのご購入ご検討いただ、この回か。この3回だけでもアーカイブのご購入ご検討いただければと思います。よ、3月も難しいですかね。ちょっとよくわからないです。はい。で、3月第7回ですね。これが、アンイントロダクションとインコンプリートですね。不完全性への、まあ、不完全性定理入門ってとこですかね。で、算術の形式理論という、
ノットシグマワン完全性、このあたりをキーワードに出させていただいております。これシグマワン完全性っていうのは、私が思うに不完全性定理のエッセンシャルな部分だと思ってまして、この辺をそうですね、算術階層におけるその算術階層の厳密性におけるそのシグマワンというその一つの階層で起こる特別な出来事っていう、まあそういう印象なんですけど、不完全性定理というものはそういうものであると思っているんですが、まあ、その中でもシグマ1完全性というのをちょっと特にとりわけて、ここにフォーカスした紹介したいと思います。で、第2回のですね、第8回、難しいな言い方が、第8回の、アンイントロダクションとインコンプリートネスの第2回。これが算術化とゲーデル符号化という、またもう一つのですね、不完全性定理の本質的なパートとなるゲーデル符号化というものを中心に、算術化、ゲーデル符号化、表現定理といったものをキーワードにお送りします。ですので、まあ、2回、3回で証明論、4、5、6回で、計算論という、まあ、数理論理学の中でも不完全性定理に関わりの深い、中分野といったらいいのかな、その分野の、まあ、そこを不完全性定理に向けて促進した上で、7回8回を使って、不完全性定理に必要なその数学的な算術とかってとか階層とかっていった考え方を導入する、まあ、そういった感じです。はい、で第9回にですね、不完全性定理の証明を行います。第一不完全性定理の証明を行います。これがですから来年の5月に予定されています。で第9回ですね。第9回。で、第10回が Use and Abuse となっておりまして、これ6月の開催を予定しております。こちらはまあ、応用と乱用とでも訳しましょうか。ですが、まあ、基本的には、不完全性定理、第一不完全性定理はどのように応用可能かといったことを紹介し、第11回の、第二不完全性定理の、これはさすがにちょっと証明は難しいというか、範囲内に収まるものではないので、まあ、概略をお伝えした上で、その応用であるだとか、現在の研究の紹介といったことを、まあ、していこうかなと思っております。11回には第二不完全性定理について、応用だとか、現在の研究の紹介ができる程度の、まあ、概略の解説といった感じかなと思っております。ですので、まあ、その第一不完全性定理の一番分かりやすいといいますか、応用が第二不完全性定理だといいます。という意味で、さまざまな応用を見ていて、見る回を挟んで、最たる応用例である第二不完全性定理を見てみようと、まあ、そういった構成を意図していますが、まあ、もし可能であれば、まあ、この後ちょっと話にも上るというか、まあ、ちょっと軽く触れるような不完全性定理によくある乱用とか誤用といったこと、もうなぜ誤用なのかとか、そういった話ができるようになっていってたら、いて、まあ、そういうニーズがあればお話できたらなと思います。で第12回サマリーとしていて、概略の方でもサマリーとしか書いていませんが、こちらは皆様の、その受講生の皆様のご要望とか、私が話しそびれたなってところとか、まあ、そういったことを中心にやっていこうかなという気で見ますし、まあ、例えば哲学的関心から受講しているという方が、まあ、あまりにも多いとかっていうことになりましたら、そうですね、四色ゲーデルと言われる本とか、ああいったものを参照してちょっとまとめてみてもいいし、逆にこう数学的な関心が強いんですよとか、計算機科学の関心が強いんですよとか、まあ、そういうのに応じて何か考えられたらなと思いますし、あるいはこう大事な証明をもう一回振り返ってみるとか、まあ、いくらでも考えられますので、そういうのも様子見ながらやっていかせていただきたいと思います。はい。